99番です。これも高温物体と低温物体を混ぜる問題です。最後は、水になります。お湯、氷が0度の水になります。水、ちょっとポイントですね。解き方は、高温物体が失う熱エネルギーと低温物体が得る熱エネルギーが等しいという、熱量保存の法則、熱エネルギーの保存則を使います。高温物体はお湯です。お湯の MC デルタ T は 65g、C は 4.2、デルタ T は54度が0度になりますから、プラスになるように引き算をしましょう。一方、低温物体というのは氷です。氷が溶けて水になります。氷の質量は 42g、比熱が分かりません。液体の水は 4.2 ですが、固体の水は比熱が今分かっていません。で、温度変化はマイナス10度から0度ですから、プラスになるように引き算をしましょう。0引くマイナス10、プラス10という温度変化です。これで終わってはいけません。ここは氷、マイナス10度の氷が0度の氷になるために、もらう熱エネルギーですね。まだ氷なんです。0度の氷なんです。この0度の氷を0度の水にするためには融解熱が必要です。融解熱も低温物体氷がもらって水になります。1g あたり330Jですから、42g あたりは 3.3×10^2、330Jを 1g あたりですから 42g、42倍した熱をもらいます。これを解くと、2.1J/g 氷の比熱が求まります。2番全く同じです。高温物体はお湯ですが、93g、比熱 4.2、温度変化は60度が0度の水になりましたから60、温度変化は60です。低温物体は氷です。質量が分かりません。比熱は1番から 2.1 と分かりました。温度変化はマイナス20から0度まで20度です。これだけではありません。その氷、0度の氷が0度の水になりますから、融解熱、1g あたり330の融解熱が必要ですから、mg あたりは m 倍になります。これを解くと、63g になります。